ご案内していて、アイスをつけるのを忘れていましたので、渋谷の下りを少し遅れて発車させてしまいました。模型の時間は間もなく朝5時30分です。渋谷、二子玉川、長津田、そして中央林間のそれぞれの駅から各始発列車が動き出しました。続いておりましての始発電車が、室戸駅から134列車動き出します。渋谷など都心をつなぐ東急田園都市線は日本でも有数の通勤路線です。電車の本数が非常に多いことで知られておりますが、私たちに今回を実現するダイヤも平日ダイヤで再現しております。模型の世界はこれから朝の通勤ラッシュを迎えます。それでも次々と電車が出てきます。長田の頃から出てくる電車もあります。上りの発生区の地形がお持ち出しています。この発生区のとこの先の選べ電灯を待つ各駅停車を出てきます。模型の時間まもなく朝の7時です東急指令です。午前8時現在の運転状況です。水戸口方面上り約1時間ほどの遅れが出ておりますが、それぞれの方面定刻通り運転をしております。以上です。
見てめっちゃでっかい魚。魚がめっちゃでかい。青い国立線と緑の国立線が途中の二甲新地二甲丸大井町線もこのダイヤでは運転をしております。細かな列車の特徴も模型で再現をしておりますので、大井町線で例としての細かな運用がご存知の方も一度楽しんでいただけるのではないでしょうか。模型の時間はまもなく11時です。前気をつけて、前いるから。電車があるからさ。
動いて方向だ。あれだよ、なんかメトロみたいな、なんか。あ、あれか、あれか。違かった。ただいま二子玉川駅下り方で運行しているんですが、停止位置の修正を行っております。人力で動かしていますので、少しオーバーしてしまうと、このように戻してダイヤを直しつつ走らせていきます。中央委員会では前を走っている列車がまだホームから出ていませんでしたので、中央委員会の帰る列車が、減速しつつ入っていきます。中央委員会を入れました列車は、運転台と交換が終わりますと、すぐに発車いたします。はい、ドアが閉まります。ご注意ください。Thank you.
高田中上り方は大井町線と市電都市の電車両方入ります。お客様のお乗り換えのため、電車発車を合わせます。電車都市のお客様のお乗り換えが済みましたら大井町線もすぐの発車です。ドアが閉まります。お乗り換えください。もう8人です。だよね。すぐ出発だよ。うん。上り下り様は現在おおむねダイヤ通り動いております。時計の時間は夜の9時です。ここで渋谷下り方最終電車をご案内いたします。24時30分発予定の 14K 押上からの電車長津田駅が渋谷始発の最終電車です。ただいま渋谷下り方に入りました電車は中央林間まで行く最終です。この後もう一本高下駅が来ます。レイント支援チームは予定通り走ってます。このまま朝行ってください。保険の関係上25時午前1時には千平をかけたいと思っておりますので、現在走行中の電車ダイヤ通り、午前1時までには終着目的地に着いてほしいところです。現在輸送指令東急指令があちこち駅員と相談をしつつ列車の順調を調整しダイヤを戻す作業を行っております。まもなく渋谷駅に入ります電車8590、こちらの電車が長津田駅の最終電車です。少々遅れての到着です。ドアが閉まります。ご注意ください。この先中央林間方面お乗り換えのお客様、電都市線の最終電車が向かっております。同じホームでお乗り換えができます。8590系が電都市線下り最終電車です。溝の口で大井町線の最終の接続を乗りまして発車いたします。ドアが閉まります。そして東京メトロの車両 77S08系の電車は溝の口止まり上りの最終電車です。今走っている電車がその目的の駅に着きますと1日は終了です。中央林間に入りました電車も中央林間に行く最終です。
南町田にいる電車が、中津田に入ると終了です。模型の時間25時を過ぎました。以上をもちまして、東急田園都市線大井町の一日を終了いたします。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。